公認パーティーライバーって何って分かんない人たくさんいると思うんですよ。なので詳しく解説しようと思います。そもそも公認パーティーライバーとは、みんなが楽しめる人気パーティーを開催し、ピグパーティーを盛り上げる運営公認のインフルエンサーです。つまりピグパーティーの良さを今使っている人にもそうだし、使ってない人にも伝える重要な役割っていうことですね。着せ替えや模様替えで個性をアピールしたり、自分らしい企画でパーティーを盛り上げる。どんな活動内容かっていうと、自分でパーティーを開催するのもそうだし、自分以外が開催している人のパーティーへの参加、コミュや SNS での積極的な発信、運営イベントへの積極的な参加、まあアンバサダーに近いのかな。まあいろいろ楽しそうですよね。ちなみに公認パーティーライバーになると2つの機能が開放されます。1つ目、ボイスチャット機能。なんとパーティー中に声で通話ができる機能です。実は1ヶ月前ぐらいにボイスチャット機能がピグパで搭載されたんですけど、危険だとか危ないとかいろんな声が運営に届いたんですよね。だからできるだけ安全に使ってもらうために、公式か公認の方のみが使えるようになったっぽいですね。限定的とはいえボイスチャットが復活することは嬉しいな。そして2つ目、観覧機能。まあパーティーって開催しても10人しか入れないじゃないですか。人気者のパーティーって連打してもなかなか入れないこととか多いと思うんですよね。ですがパーティーが満員でも同時に1000人までパーティーを見ることができる観覧機能が搭載されるらしいです。お祭りじゃん。もう公認パーティーライバーになるだけでも、まあ2つ機能が開放されるだけでもすごく嬉しいんですけど、なんと特典ももらえるそうです。まず1つ目、公認ライバー就任時の特典。なんと公認パーティーライバーになると公認マークがもらえます。まあ公式みたいなもんですね。公式の色違い。そして2つ目、活動応援資金5000リコなんかプロ野球選手の契約みたいだなこれ5000リコもらえるっぽいです。そしてそして、プロフィールパネルとかパーティー一覧に公認専用のステータスが表示されるようになるっぽいです。すごくない？特別仕様だって。今後も新機能がリリースされるために特典が追加されるらしいです。なりたくねこれそして2つ目、パーティー開催時間に応じた特典がもらえます。なんと毎月パーティーを開催する時間に応じてリコがもらえるそうです。1時間につき1000リコがもらえる。これもすごいね。1時間で1000リコだけど、10時間で1万リコ、100時間で10万リコもらえるんだよもうリコに困ることないよね。しかもこれのすごいことが、もらえるリコの上限がないっぽいです。すごいね。ただパーティーで放置とかしてると公認マークが失われたりするんだって。だからちゃんとしてたら1000リコもらえるらしいです。そして3つ目、累計の観覧人数に応じた特典。これもやばい。なんとパーティーを開いて自分のパーティーが見られた数が1000人超えるごとに、欲しいリストに入ってるアイテムどれか1つをプレゼント。意味わかります？星3の目とか星2の顔パーツとかでも何でも1000人見られるごとに1つプレゼント。これえぐない？1万人とかもし1ヶ月で見られたら10個もらえるんだよアイテム、欲しいやつが。これすごいね。まあ僕は正直欲しいリストを作ってないし、あんまりアイテム求めてないんだけど、アイテム欲しいっていう人がいたら相当魅力的なコンテンツじゃないこれ。1000人ごとに1つランダムでもらえるそうです。そして4つ目、もらった応援ギフトのポイントに応じた特典。毎月あなたがもらった応援ギフトのポイント数に応じてリコがもらえます。1ポイントにつき5リコもらえるそうです。応援ギフトをちょっと僕あんまりよく分かってないんだけど、そのポイント数によってリコもらえるんだって。なんか本当にリコめちゃくちゃもらえるねそして就任期間なんですけども、1ヶ月の契約は3ヶ月なんですけども、3ヶ月経ったら更新するか辞めるかを選択できるっぽいです。じゃあどうやって公認ライバーに選ばれるかっていうと、まず1つ目、アンケートフォームから応募します。お知らせ画面からこの僕が今見てるページが見つかると思うんですけど、この真ん中の応募用アンケートフォームはこちらっていうところから応募できます。期間は6月24日から7月2日って言っても、多分みんな応募のやり方わかんないと思うから、次の動画で応募方法のやり方説明するわ詳しく。そして2つ目、書類審査があるそうです。その自分たちが提出した中身を確認して、運営チームで候補者を選ぶんだってこれドキドキするね。面接みたい。合格か拒否とか限らずに運営からトークで教えてくれるんだって。で、運営からトークを教えてもらえるんだけど、運営からフレンド申請が来るみたいで、フレンド申請は必ず許可にしておいてくださいだって書いてるわ。で、運営スタッフの ID は PM1589218 が本物だから、偽物とか出てきたら気をつけてくださいって書いてるわ。そして最終面接、ボイスチャット面接、書類審査で候補者に選ばれた方にはピグパ運営スタッフと音声面接すんだって声で面接するとかマジで本格的じゃんこれ。めっちゃ緊張するね。で、後日トークで結果発表するんだって。すごいねこれ
他にもいろいろなんか禁止事項とか書いているけど、まあそんな感じですわ。多分なりたい人とかいっぱいいると思うんで、次回は応募方法について YouTube にしようかな。じゃあみんな、またねー。